砂利の駐車場。ここは山の上にある日本一のモグラ駅。改札口から駅のホームまでの標高差が70メートル以上もあるんだ。土合駅。今は無人駅になっている。下りの新潟方面へ行くホームが地下にある。まずそこに向かう通路も結構距離がある。だんだんと地下へ。この薄暗い感じがいいね。見えてきた。これが地下ホームへの階段。462段あるらしい。すごいな。
もうすぐだ。どうなってるのかな。待合室、落書きが多い。隣はビールの貯蔵庫だって。トイレは使用不可。地上に戻るぞ。クタクタになる。上がりの高崎方面は地上にホームがあるよ。スイカは使えません。